大阪公立大学はまあ人気が高いですね。難易度に関してはね、文系も理系もともに相当難しいです。こんにちは、数学科講師の住吉千奈美です。今回は大阪公立大学の対策についてお話ししていきたいと思います。大阪公立大学は2022年度から大阪府立大学と大阪市立大学が合併してできた大学ですね。2025年度入試は公立大になってから4回目の入試になります。私は対面授業をね、基本関西でやってるんですけれども、まあ人気が高いですね。定員を見ても不思議じゃないですけどね。単純に今まで市立大学と府立大学、これを志望していたような人が合わさってるはずなんでね。で、そして肝心の数学はというと相当難しいです。難しいって言っても京大寄りと東大寄りがあると私は思ってるんですけれども、大阪公立大は東大寄りの方です。どういうことかね、具体的に見ていきましょう。形式的なところと重要分野、そして対策について順番にお話ししていきたいと思います。まずは形式について、文系からいきます。90分で4題なので平均して1問あたり22分ですね。出題範囲は 1,2,A,B は数列、そして C はベクトルです。数 B の統計的な推測は外されていて、結局従来通りっていうようなことですね。あと新課程、旧課程、共通の範囲から出題っていう風に宣言がありますんで、大きな分野の話でなく細かい分野の内容もそうであるならば、期待値とか仮説限定は出ないのかなと思います。理系は文系と同じ4題ですけれども120分です。平均して1題あたり30分とちょっと長めですね。とはいえその分文系よりは難しいんで、時間に余裕があるっていうほどでは全然ないかなといった感じです。出題範囲は 1,2,3、 そして A,B は数列、 C はベクトル、そして平面上の曲線と複素数平面です。過去問がね、3年分しかなくって少ないので演習に困ると思うんですけれども、足りないんやったら前期後期は大阪市立大の過去問、そして中期は大阪府立大の過去問を使うといいと思います。大阪公立大最初の入試の前に大学側からサンプル問題っていうのが提示されているんですよね。公立大になったらこんな雰囲気の問題出ますよっていうふうなやつです。それが前期後期が大阪市立大、そして中期が大阪府立大の過去問から引っ張られてきていました。確かにこの3年もね、雰囲気そんな感じやったんで、それぞれね、前期後期は市立大、中期は府立大の過去問をやってもらったらいいかなと思います。ちなみにここでは前期中心でお話ししていきますが、中期とか後期については形式的なところがちょっと違ったりもしますので、受ける人はしっかり過去問を解いて経験しておいてください。さて、じゃあ品質の分野についてです。この3年を見ていくと、文系は毎年微積と整数は出ています。次いで図形と方程式、ベクトル、そして確率が多いですね。理系で毎年出ているのは微積と極限、そして複素数平面、整数と数列です。ついで確率っていう感じですね。で、問題の漢字をお話ししていくと、まずは文系の方、今年で言うと大問4つあるうちの 2,3 はちょっと手強いけど、大問1と4が、まあ、計算で着実に取っていきたいなっていうふうな感じの問題でした。ちなみに大問2は整数に関する証明問題、大問3は確率なんですけど、 A さんと B さんのなんか逆転が起こるといった、まあ、ちょっと変わった設定でした。2023年度の問題はどれもね、ちょっと関東は難しくって、例えば対象な点とかをこうどんどん取っていくような問題を中心に全部それなりに難しかったです。次に理系の方のお話です。2024年度入試に関しては4つあるうちの問い3に関しては難しいけど、他と比べるとこいつは確実に抑えていきたいなというような感じの問題でした。点の軌跡とパラメータ表示された関数に関する面積のお話ですね。割とオーソドックスな流れでした。そして見慣れへんけど、なんとか問いにクリアしていきたいな。問いにっていうのは因数分解できない4次方程式が異なる4つの虚数解を持つための条件とかを考えていく問題ね。他の2つに関しては特に時間とかを考えると関東はだいぶ厳しかったんじゃないかなといった感じです。基本的にはどれも難しいけど、もし今年の問い3のような典型寄りの話が出たら、そこが完答できるかどうかで大きく変わってくるんじゃないかなっていうような感じです。とにかく過去問が3年分しかない上に、今のところ年によってバラバラやと。だからまああんまり傾向がまだつかめないというか、本番ではね、問題を分けた瞬間にしっかり最初の 1,2 分を費やしていけそうな問題があるのかないのか、どこら辺から手をつけていこうかな、冷静に全体像を見渡してからね、始めていくといいと思います。
難易度に関してはね、文系も理系もともに相当難しいです。2021年度の大阪市立大の最後の入試の頃から比べると少し難しくなって、そしてそのままずっと行っているような感じですね。もちろん大阪市立大の頃の問題も決して簡単とかではないので、それに輪をかけてこう難しくなってきたっていうような感じです。結果的に必要な得点率とか大学の偏差値とか抜きにして、数学のシンプルな問題としての難易度を考えると、マジで関西でトップクラスの難しさやと思います。まあ最初にも言ったように、難しい問題って大きく分けてね2種類あると思ってます。最初にも言ったように、京大みたいな感じのねセンスでも挑むことのできる問題と、東大のようにある程度のセンスも必要としながら結構総合力が試されるタイプの問題ですね。イメージ京大の方は能力の五角形みたいなのがあったら、割とまあどっかが引いててたら、まあそこで最悪流れるかなみたいな感じです。でその一方で東大は全部がバチバチにそれなりに揃っていて、ガツンとこう面で勝負していく感じです。そして公立大はそんな東大よりですね、具体的には基礎力は大前提として、処理能力とか高いレベルの典型問題の経験とか、その場で考えていく力とか、いろんな能力が必要になってきます。まずは処理能力、一言で言っても情報処理とか計算処理とか条件処理とかがあると思います。まず情報処理はややこしい状況とか設定とかをしっかり把握できる力ですね。計算処理はそのまま計算能力で、計算の技術とか工夫とか、もちろんいざとなればゴリ押しできる力やったりとか、そういう風な体力も含めてですね。そして条件処理ですね。複数ある条件をまとめて数式に落とし込んだりとか、同値変形でどんどん言い換えをしていったりとかして、最終的に答えを導き出していくっていうような感じです。存在条件やったりとか、軌跡とか領域とかを考えたりすることに特に必要になってくる能力です。高いレベルの典型問題としては、それ用にね問題集なんかを買ってがっつり演習を積んでおくといいでしょう。問題の種類別になっていて、冠として最上位とかトップレベルとか、理系の人やったら医学部とかね、そういったレベルの冠ついているものを選ぶといいと思います。そしてその上に演習を積んでいってください。公立大の過去問は少ないので、3年分は通しの演習に使ってもらったらいいと思います。そして上位の大学の良問集とか入試問題集で出会った問題にどういうふうに対処していくかっていう力をつけていってください。とにかく早いうちから始めて、ただもちろん他の教科とのバランスもあります。自分が数学でねどこまで勝負するべきなのかっていうところも考えていきながら、総合的に考えてチャレンジしていってください。ちなみにね、受験本番に梅田とか大阪駅とか地下鉄とか利用する人、初心者やったら気をつけてください。知らないと案内見て、あっち JR とかって歩いてたはずやのに、なんか急に案内なくなったみたいな、こんな感じになって、もう結構難易度高いですね。だから事前に一回ね、実際にルートを進んでいって試しておくといいと思います。ということで健闘を祈ってます。勉強大変やんな。だって自分のできないことと向き合い続けなあかんねんから。でもそのできないことと真正面から向き合っていって成長していく、それを重ねて合格を勝ち取ると、奥が1位あかんかったとしても、ほんまに頑張り抜いたんやったら後悔は残らへんはずです。頑張っていきましょうね。